はいどうもひこぼんです。今日紹介するトミカはこちらになります。ドリームトミカジブリがいっぱい7番、隣のトトロオート3人とドリームトミカジブリがいっぱい06、魔女の宅急便ジジです。こっちはわかるんですけどね、大いにわかります。こっちは謎です。なぜこれをミニカーにしようと思ったし、こっちはもういいです。これはもうバッチリ。オート3人いろいろね、荷物が載ってます。引っ越しですね。これから物語が始まります。トトロがおります。ここにもおります。で、前と後ろ実にいいです。隣のトトロ、この変な生き物はまだ日本にいるのです、多分。では開けてみましょう。大きな袋に入っております。重い。かなりダイキャストが使われてます。自転車まで乗ってます。箱を開ける前からなんとなく分かりましたけど、これはいい。乗ってるものを見てみましょう。さっき言った自転車、テーブル、机、タンス。これはなんだ？これは風呂敷に包まれたなんか布団とかかな。で、これはほうき、照明、桶、机、バケツ。これは衣装ケースとかかな。鍋。あ、これは傘の絵ですね。黒と赤があります。これは何だろう、竹刀みたいのがあります。もういろんなもの乗っかってます。それをロープでね、こう押さえております。これはすごい。この質感がまたいいですね。昭和の車の質感な感じがします。運転席部分、こういうハンドルなんですね。バイクみたいなハンドルです。これはワイパーなんですかね。うん、これはいい。実にいい。で、次は問題作です。キキにジジ。前、後ろ。で、ここにポスターがあります。落ち込んだりもしたけれど私は元気です。有名なキャッチコピーです。では開けてみましょう。じゃじゃーん、これも重い。この袋はちっちゃいですね。無駄にダイキャスト。この布の部分が無駄にダイキャストです。プラスチックでも全然 OK ですよね。このリボンはちょっと柔らかい素材です。で、ぬいぐるみになりきってます。一応ミニカーなんで車輪がついてます。女の子の後ろ姿な感じです。走ります。これはどうかと思うよ。こっちがいい。この謎な部分をね、カバーしてます。
めいちゃん。というわけで、隣のトトロのオート3人と魔女の宅急便のジジでした。まあ、ジブリ系をねコレクションされてる方はマストバイでしょう。ミニカーならこっちです。